括宣言について発表いたします。気候変動について国連のグテーレス事務総長が地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来たと警鐘を鳴らす中、11月30日から昨日まで UAE のドバイにおいて COP28 が開催されていました。2030年の再生可能エネルギー発電量を3倍にすることについて日本も制約したという報道があったところであります。本市におきましてもさまざまな温暖化対策施策を進めているところでありますが、2013年度比 66% と最も高い温室効果ガス削減割合が示されている家庭部門の取り組みをより一層後押しするため、国が推奨する新国民運動デコ活推進をここに宣言をいたします。富士市デコ活宣言。本市は2050年ゼロカーボンおよび2030年度家庭部門の温室効果ガス排出量2013年度比 66% 削減に向け、事業者、行政が共同して市民のライフスタイルの転換を全力で後押しします。令和5年12月、富士市長、小永義雄でした。